はい、どうも龍蔵です。雪の花ですね、リクエストありましたんでタブ解説やっていこうかなと思います。で、雪の花のタブはですね、ちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけど、この立東ミュージックからのこのソロギター邦楽ベストセレクションにしか、楽譜がないです。はい、ちょっと大人の都合でということなんで、こっちの、ね、欲しい方はぜひこれお買い求めいただきましてという感じですね。すいませんね。で、この本見ながら、今からタブ解説ですね、やっていきたいと思うんですが、難易度は B ですね。まあ、B といえどもこの本の中の B なんで、まあ結構難しいです。まあ、とりあえず、イントロからやっていきましょうか。1ページ目ですね。出だしがこれ僕の指使いですね。中指とこの人足指の正派ですね。で、小指でメロディーです。で、薬指とこう交互に動かすこの筋トレみたいな動きですね。で、ここでここからこう人足指をぐっと伸ばします。で、このまま移動してここも、2弦と3弦をこう制覇ですね。こういう感じになります。こっちに移動してここはこう制覇と中指で薬指でこうメロディーを、でここの最後の2フレットの時にはもうこっちに移動します。で、Bm で小指でスライドして4フレットの時に制覇です。で、Cm プリングして D の E7 ですね。で、ここから A セクション、僕は小指でスライドしてまたこれも制覇ですね。 D on A、 ここからずっとこれ同じ形です。2個移動して同じ形、戻って同じ形です。これがすでにきつい人は、多分指がこう斜めになって小指が伸びるとすごいきついんですよ。これそうですね。指をこうまっすぐ上に向けて小指がこう曲がる感じで押さえると楽ですね。小指重心ですね。で、2ページに行きまして B セクション。ここはまた制覇です。この2弦から4弦まで。開放弦で移動するコース。で、薬指でスライド。モドルのスライドは何でもいいですね。どの指でもいいです。ここの F シャープマイナーは僕はもう制覇してこんな感じですね。開放弦で移動する。ここの D も僕は2弦と3弦制覇でこんな感じの、プリングです。一緒ですね。 Bm7 で、C セクションです。 D メジャー7からこのベースラインが動くのは多分僕親指で言ってますね。こんな感じで弾いてあげれば Bm7、この C シャープ7はこの C シャープ7の形から人足指でこうスライドして戻る感じです。こうですね。 F シャープマイナー7、ここは僕はねこう握ってるんですけど、これ制覇でもいけます。どっちでも。ここを薬指でいって滑らしてこうです。 D シャープマイナー7フラット5に入ります。4フレットの時にこう制覇で、 G シャープ7このままこう入ります。移動して2フレットの時にも制覇です。で、 F シャープに入ると F シャープ7、ここ入るのきついんですけど、これはもうコツとかじゃなくてもうスッと入ります。G シャープマイナー7、こういう形ですね。これも一緒です。こう指が斜めになるとかなりきついんで、こっちにひねって指まっすぐですね。小指重心ですね。で、小指でスライドさせる。C シャープ7。これそのままですね。移動してコース。で、D セクションに入るんですけど、D セクションの手前のこの2フレットをこういってこういくとすごいちょっと大変だと思うんで、僕がどう言ってたか覚えてないですけども、この時にもう制覇しておくといいですね。制覇した状態からスタート。で、ここ結構きついですね。頑張って制覇してもらって、小指と薬指でこう動かす感じです。
で、これも一緒。こう小指が伸びるとめちゃめちゃきついんで、小指をこうしっかり曲げますね。こうじゃなくてこう。こんな感じですね。うん、こうやって動いていきます。制覇を下げる。で、移動して制覇ですね。僕はここをこう小指で制覇し、スライドしてます。そして忙しいんですけど、こう行ってもう一回制覇に戻ります。スライドで戻る、小指でスライドで戻るとこう行きやすいですね。 C シャープマイナー7、こういう形になりますね。うん、で F シャープマイナー7、ここは僕はこう握った状態で小指でスライドしてます。うん、で次、スライドして小指戻すと G シャープマイナー7で、もう一回小指こっちにやって C シャープ7のサス4で、またすぐ、これ難しいんですけど、すぐこっちに入るんですけど、こういうとここそあのインテンポでいくというよりはこう難しいとか、こうなんかため気味でいくと弾きやすいですね。ちょっとためて入ると、でここは一緒です。大丈夫ですね。うん、はい、E セクション D メジャーセブン、ここは4フレートの時にこうグッと制覇します。で G シャープセブン、ここもきついんだけど、こう小指がこうなります。でハンマリング、こんな感じですね。F シャープ7になって、で次に行きますと、次のページ B マイナー7ですね。ん、ここはあの6弦まで押さえてないとダメですね。こうすって E7、 ベースが動くんでちょっと気をつけて。うん、大丈夫ですね。 D メジャー7、6フレットにこう行ってこう行きますね。これは慣れないと難しいです。こうで人差し指と中指で僕は行ってて、で小指小指でいきます。で F シャープマイナー、こんな感じですね。 A 音 B、 ここも同じですね。あのこっちに行くとかなりきついんで、小指しっかり曲げて制覇します。結構大きくスライドして B7 で、小指がこういう感じで動きます。うん、で小指が同じなんで、小指残したままこういう形にいきます。この7フレットの時に小指でいきます。こういう感じですね。でここできるだけこう残したままですね、メロディー残したままG シャープマイナー7、アルペジオで C シャープ7で F セクションに入ると、これイントロとほとんど一緒ですね。ちょっと静かなところです。で右のページに行って、ちょっとまたテンションが戻ってきます。ここの動きはこんな感じで行ってもらって、 Bm7 に行くとプリングプリング、大丈夫か。 A4C シャープで Bm7、 ここはバレですね。で E でエンディングに入ると、こんな感じで終わるということですね。まあバレエで、バレエコード系がすごく多いんで、まあ、そこだけちょっと頑張ってみてください。どうもリゾでした。